じいや、料理を頼む。じいや、じいや。おかしいわね。今日はお休みだったかしら。お父さんお母さん、元からうちにじいやなんていないよ。もちろん分かっていたさ。さすが息子、鋭い指摘ね。でも今の流れなら出てきてもおかしくなかったわ。